ですな。思えば長い間破滅フラグとの戦いの日々でした。8歳の時、頭をぶつけて前世の記憶を取り戻し、この世界が乙女ゲームフォーチューンラバーの世界だと気づきました。カタリナは主人公マリアをいじめる悪役令嬢。マリアが攻略対象と結ばれれば国外追放に、結ばれなければ殺されるというバッドエンドしかなかったのよね。国外追放されても生きていけるように魔力を磨き、農業の勉強もしましたわ。それに殺されそうになった時のために剣の腕も磨きました。一人目の攻略対象のジオルドはカタリナの婚約者で、この国の第三王子。破滅フラグを回避するため何度も婚約破棄を申してましたが断られました。ゲーム通りカタリナは数ある婚約話を断るための防波堤代わりなのですわ。もう一人の攻略対象、義弟のキースは本当にいい子に育ったわ。辛い生い立ちのキースを孤独にしないよう愛情深く育てましたからね。結果ゲームのようなチャラ男にはならず、マリアと恋に落ちることもありませんでした。3人目の攻略対象のアランもゲームのような俺様わがまま王子にはならなかったわね。双子の兄ジオルドと比べられて育ち劣等感の塊でしたが、今ではジオルドとも仲良くなったみたいですわ。アランの婚約者のメアリもゲームと違ってマリアのライバルにはなりませんでした。メアリのハートを射止めるアランの大事なセリフをカタリナがパクっちゃったからよ。悪気はなかったのよ。4人目の攻略対象は最小の息子でシスコンのニコル。たまに見せる笑顔は万人を魅了します。魔性の伯爵にそっくり。前世の親友アッちゃんのネタバレによると、ゲーム内でニコルとの接点はなかったはずだけど、妹のソフィアとロマンス小説を通して友達になってニコルとも親しくなったのよね。ソフィアもゲームと違ってマリアのライバルにはならなかったわ。魔法学園に入学するとマリアとも友達になりました。マリアさんは魅力的で攻略対象がみんな恋に落ちるかと思いましたわ。でもそうはならなかった。気づいたらカタリナはゲームの隠しルートに進んでしまっていたのよ。隠しルートのラファエルは闇の魔力に操られていたのよね。でも頼もしい仲間のおかげで回避できたわ。あっちゃんにも助けてもらったのよね。そしてゲームはみんなお友達で終わる友情エンドを迎えたのです。破滅フラグに怯える日々は終わったの。これからは思いっきり人生を楽しみましょう。私たちも解散解散。いいです。